スキル紹介からします。暗証番号8880888。おい、ダック引っ越してたのか。いや、なんでもいいや、それもわかんねえや。で、とりあえず何て言っていいかわかんねえや。はいはい。で、今これ紹介です。今の名前はデスの極み男、そして今このスキルです。はい、一体なんとかっていうのをなんとかエクストリームつなぎました。はい、じゃあこれからまあこれやって、おい、ほんとどこしかねえじゃん。ということで、またユウム君にまた撮っていただきます。顔は映しません、顔は映しません。はい、多分怒られるんで映しません。とりあえずちょっと最初だから、まあ最初ってもちょっともう撮っちゃったんだけど、まあこんな感じで、まあ適当に、はい、撮っております。なぜかこれだけ切っております。で、最初だからちょっと繋がないとかっこ悪いんで、とりあえず今日簡単な曲でいっか。簡単な曲、絶対に繋がる曲やんないとかっこ悪いからね。いやめっちゃ笑えるでしょ。待って、絶対繋がる曲、俺絶対繋がる曲ないんだけど、何やろうか、どうしようかな。やっぱ愛の印しちゃった方がいいかな。やっぱ、おいおい、時間ない。そうするとやっぱ8ぐらいがいいかな。7より8は簡単だからな。どうしようかな。じゃあちょっとね、あー待って、ないよ、やばいよ、時間ないよ。何がいいかな。やっぱりドグマ。おかしいか。あかん、時間ない。よし、じゃあ適当に、なんか繋がないと。このポンタカードを使ってここぶっ刺す。そしてもう一個、ここセブンの7個ポイント、これもねぶっ刺す。そうすれば、あ、なんかはまんねえじゃないか、この野郎。よし、はまった。そしたらこういう風にやれば OK。 うん、これでシンバのメンテよくなる。はい、ということで、まあ行きます。じゃあお願いします。はい、ちょっと長く説明長くなっちゃったよ。これ S で踊るか。またね、何かの運命を待ってる。やっぱりちょっとかっこいいところ見せないといけない。ちょっとね、これまあ、ウイスキーついてたっていうね、ちょっとね、やり込んじゃったって申し訳ないっす。まさかの切ったからね。はずいはずい。待って、これ待って、やる曲ないわ。ね、ちょっと恥ずかしかったね、今のは。さすがに、すいません。じゃあちょっとまあ安定できるこのデスティニーでつなぎます。はい、
反応したのこいつ。OK でしたね。なんかね、多分ね、おそらく俺の人はね、7個買うのかいけない。もう一回ちょっと何とかするよ。ピッチにもう一回。いや、もうね、めっちゃたまらない点もあるからね。いや、もうちょっとね、ただ皆さんにね、これちょっと申し訳ない、本当。何かね、ちょっと、いや、これじゃ本当にこの人に出したのって言われたら、恥ずかしいね、ちょっと。ちょっと皆さんのために、ずらーっと、まあ今こんな感じですけど、まあいいよ別に、それはいい。